またしてもまたしても手をかけました。なだれ式で勝負を呼んでくる。なだれ式の垂直、これは決まったか、これは決まった。ついについにブラックタイガーがビッグタイトルを総手にしました。勝利にかける執念、隙をついて隙をついて、どん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 繰り返してパワーで持っていく。さあ、なんとドラゴンスープレックスですね。ドラゴンスープレックス、金本浩二が最後はドラゴンの名を冠してドラゴンスープレックスで田中を葬り去りました。かっきり勝った。これ勝負に出そうですね。地球上ですね。タイガースープレックスホールド初栄冠、取ったのはタイガースープレックスホールド、タイガーマスク。16分間のタイガースープレックスホールド、タイガーマスク選手の勝ち。男の本能、男たちの戦う本能だけが、あーっと乱れてきている。タイガーがギブアップをするか。これは決まった。ロープに距離がある。あ、決まった。井上がついに金本超えを果たしました。ベストオブザスーパージュニア16優勝者、金本浩二。ベストオブザスーパージュニア17優勝者、プリンスデービッド。ベスト
勝者スーパージュニア平均優勝者イルシーボーダーベスト王者スーパージュニア第1位優勝者史上最悪のバッドエンド。ブリス・デビット選手の勝ちです。ソフトオブ・アスケート・ワイドがもう一度行くぞ。リトシェが決めるか。リトシェのベスト・オブ・ザ・スーパージュニア今年の覇者はリトシェ。中央へ引っ張り大吉だ。うまいですよ。日本大吉だ。動けない。決まった。動けない。ついに吉田がベッドオブザスーパージュニアを使いました。逆ファイヤーバードパラシですね。今ジュニアの未来を岸田が取り戻した。2年ぶり2度目の優勝。さあ、ホールか。ジュニアの新たな時代を作るその象徴が高橋ヒロムだ。ついに決めたタイムボール。今年のベストオブスーパージュニア制したのは嫌いな。お前へ大嫌いなエル・デスペラードを送るタイムボムレッツ。素晴らしい。ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア27制したのは高橋宏夢。来た来た来た。タイムボムレッツ。首に巻きつけての落とした。